若林八幡宮は、愛知県豊田市若林西町にある神社。旧社格は旧東急旧指定尊者。1054年、若林小左衛門が、村の十八個のうぶすな神として八わた神を誕生し、社殿を藍島川の変なる小高い丘に建てて建てつったのが、始まりと言われる。現営年間、歓理年間を収む服を加え、1294年社殿を改築し、 1357年屋根替えをするなど、たびたび修繕されてきた。1446年、進む女上人の受けによって、石川正康等と共に、武州都地区から移住した。続き等、主人の年厚く、八幡宮の社殿を改造し、社地を整え、また祭事を、厳にした。とあるように、社殿の大修築が行われた。また、その後も、明王年間に、 本田白左衛門、親平が神の山に城を築いた際にも、社殿の大集築が行われた。1872年10月に尊社に列し、同39年新選平白領と模新の神社に指定された。例祭日は、明治維新前は旧暦8月15日であったが、明治の中頃まで9月12日となり後に10月16日に改められた。 その後も本殿は1878年、廃殿が1965年に改修された。近年では大地震や劣化への対応のため、2010年度の本殿と乗り殿かい築工事が決定した。5月7日に仮殿の先座祭が滞りなく取り行われた。ありがとうございます。